外階段数年前職場で体験した出来事ですその頃僕の職場はトラブル続きで大変に荒れた雰囲気でした普通では考えられない発注ミスや工場での人身事故が相次ぎクレーム処理に追われていました朝出社して夜中に退社するまで電話に向かって頭を下げ続ける日々です 当然僕だけでなく他の同僚のストレスも溜まりまくっていましたその日も事務所の鍵を閉めて廊下に出た時には午前3時を回っていました大所長と N 係長二人の同僚と僕を合わせて5人です皆疲労で青ざめた顔をして黙りこくっていましたところがその日はさらに気をめいらせるような出来事が待っていました 廊下のエレベーターのボタンをいくら押してもエレベーターが上がってこないのです何でもその夜だけエレベーターのメンテナンスのために通電が止められたらしくビル管理会社の手違いでその通知がうちの事務所にだけ来ていなかったのでしたこれには僕も含めて全員が切れましたドアを叩く蹴る怒鳴り声を上げる 全く大人らしからぬ狼藉の後でみんな更に疲弊してしまい同僚の S など床に座り込む始末でした「しょうがない非常階段から降りよう」「大所長がやがて意を決したように口を開きましたうちのビルは基本的にエレベーター以外の移動手段がありません」「防災の目的で作られた外付けの非常階段があるにはあるのですが」 不老者が侵入するのを防ぐため内部から厳重に鍵がかけられ、滅多なことでは開けられることはありません。僕もその時、初めて階段に続く扉を開けることになったのです。廊下の突き当たり、蛍光灯の明かりも届かない薄暗さの決まったあたりに、その扉はありました。非常口を表す緑の明かりが、ぼーっと輝いています。 オフィス街で働いたことのある方ならお分かりだと思いますが、どんなに雑居ビルが密集して立っているような場所でも、表路地からは見えない死角のような空間があるものです。ビルの壁と壁に囲まれた谷間のようなその場所は昼間でも薄暗く、街灯の明かりも届かず鳩とカラスの寝床になっていました。うちの事務所はビルの7階にあります。気乗りしない気分で、 僕がままず扉を開きました。重い扉が開いた途端、何とも言えない異臭が鼻をつき僕は思わず咳き込みました階段の手すりやスチールの踊り場がまるで溶けたろうのようなもので覆われていましたそしてそこから凄まじく嫌な臭いが立ち上っているのです「鳩の糞だよこれ」N 女子が泣きそうな声で言いました ビルの裏側は鳩の糞で覆い尽くされていました。まともに鼻で呼吸をしていると、肺が潰されそうです。もはや暗闇への恐怖も後回しで、僕はスチールの階段を降り始めました。すぐ数メートル向こうには隣のビルの壁がある、まさに谷間のような場所です。足元が暗いのももちろんですが、手すりが腰のあたりまでの高さしかなく、 ものすごく危ない足を踏み外したら落ちるならまだしも壁に挟まって宙づりになるかもしれない振り返って同僚たちを見るとみんな一様に暗い顔をしていましたこんなついていない時に微笑んでいられるやつなんていないでしょう自分も同じ顔をしているのかと思うと悲しくなりましたカンカンカン 靴底が金属に当たる乾いた靴音を響かせながら僕たちは階段を降り始めました。僕が先頭になって階段を降りました。すぐ後ろに N 女子、S、O 所長、N 係長の順番です。足元に全く光がないだけにゆっくりした足取りになります。みんな疲れ切って言葉もないまま6階の踊り場を過ぎたあたりでした。 突然背後からささやき声が聞こえたのですうなり声とかうめき声とかそんなものではありませんよく映画館なんかで隣の席の知り合いに話しかけるときに話しかけるときのような押し殺した小声でボソボソと誰かがしゃべっているそのときは後ろの誰か署長と係長あたりが会話しているのかと思いましたですが どうも様子が変なのです。ささやき声は一方的に続き、僕らが階段を降りている間も止むことがありません。ところが、そのつぶやきに対して誰も返事を返す様子がないのです。そして、その声に耳を傾けているうちに、僕はだんだん背筋が寒くなるような感じになりました。この声を僕は知っている。 係長や所長や S の声ではない。でも、それが誰の声か思い出せないのです。その声のまるで念仏を唱えているかのような一定のリズム。ボソボソとした陰気な中年男の声。確かによく知っている相手のような気がする。でも、それは決して、 夜の3時に暗い非常階段であって楽しい人物でないことは確かです僕の心臓の鼓動はだんだん速くなってきました一度だけ足を止めて後ろを振り返りましたすぐ後ろにいる N 女子がきょとんとした顔をしていますそのすぐ後ろに S 所長と係長の姿は暗闇に紛れて見えません 再び階段を降り始めた僕は知らないうちに足を速めていました何度か鳩の踏んで足を滑らせ慌てて手すりにしがみつくという危うい場面もありましたがとてもあの状況でのんびり落ち着いていられるものではありません5回を過ぎ4回を過ぎましたそのあたりで背後から信じられない物音が聞こえてきたのです 笑い声さっきの人物の声ではありませんさっきまで一緒にいた N 係長の声なのです頂上現象とかそういったものではありませんなのにその笑い声を聞いた途端まるでバケツで水をかぶったようにどっと背中に汗が吹き出るのを感じました N 係長はこわもてでなる人物です すごく便が立つし切れ物の営業マンでなる人物なのですが事務所ではいつもブスッとしていて笑った顔なんて見たことがありませんその係長が笑っているそれもすごくニュアンスが伝えにくいのですが子供が笑っているような無邪気な笑い声なのですその合間に先ほどの中年男がボソボソと語りかける声が聞こえました 中年男の声は細々として陰気でとても楽しいことをしゃべっている雰囲気ではありませんなのにそれに答える係長の声はとても楽しそうなのです係長の笑い声と中年男のささやき声がその時不意に途切れ僕は思わず足を止めました笑いを含んだ N 係長の声が暗闇の中で異様なほどはっきり聞こえました「所長何?」 さっきから誰と話してるんだ所長の声が答えますそののんきな声に僕ははがみしたいほど悔しい思いをしました所長は状況をわかっていない答えてはいけない振り返ってもいけない強くそう思ったのです所長と N 係長は何事かボソボソと話し合い始めました すぐ後ろで N 女子が苛立って手すりをカンカンと叩くのがやけにはっきりと聞こえました彼女も苛立っているのでしょうですが僕と同じような恐怖を感じている雰囲気はありませんでしたしばらく僕らは階段の真ん中で立ち止まっていましたそして震えながらわずかな時間を過ごした後僕は一番聞きたくない物音を耳にすることになったのです 所長の笑い声。何か楽しくて楽しくて仕方のないものを必死でこらえている子供のような華やいだ笑い声。なあ、S 君。所長の明るい声が響きます。N さんも T 君もちょっと。T 君というのは僕のことです。背後で N 女子が躊躇する気配がしました。振り返ってはいけない。 警告の言葉は乾いた喉の奥からどうしても出てきません。振り返っちゃいけない、振り返っちゃいけない。胸の中で繰り返しながら僕はゆっくりと足を踏み出しました。甲高く響く靴音をこれほど恨めしく思ったことはありません。背後で N 女子と S が何か相談し合っている気配があります。もはやそちらに耳を傾ける余裕もなく、 僕は階段を降りることに意識を集中しました。僕の体は隠しようがないほど震えていました。同僚たちの、そして得体の知れない中年男の囁く声は背後に遠ざかっていきます。四階を通り過ぎました。三階へ、足の進みは劇的に遅い。もはや笑う膝をごまかしながら前へ進むことすらやっとです。 三階を通り過ぎ、眼下に真っ暗な闇の底、地面の気配がありました。ほっとした僕は、さらに足を早めました。同僚たちを気遣う気持ちよりも、恐怖の方が先でした。背後から近づいてくる気配に気づいたのはその時でした。複数の足音が、四人、五人、足早に階段を降りてくる。 彼らは無口でした。何も言わず、僕の背中めがけて一直線に階段を降りてくる。僕は悲鳴を上げるのをこらえながら、慌てて階段を降りました。階段の突き当たりには、鉄柵で囲われたゴミの持ち出し口があり、そこには簡単なナンバー鍵がかかっています。気配はすぐ真後ろにありました。振り返るのを必死でこらえながら、 僕は暗闇の中わずかな指先の気配を頼りに鍵を開けようとしましたその時です背後でかすかな空気の流れを感じましたす何の音だろう必死で指先だけで鍵を開けようとしながら僕は音の正体を頭の中で探りましたとても背後を振り返る度胸はありませんでした空気が かすかに流れる音呼吸背後で何人かの人間が一斉に息を吸い込んだそして次の瞬間僕のすぐ耳の後ろで同僚たちが一斉に息を吐き出しました思いっきり明るい声とともになぁ T こっち向けよいいもんあるから楽しいわよね T 君これがね 君 T 君 T 君 T 君, T 君なあ悪いこと言わんてこっち向いてみ楽しいふふふ、<laughs> ねえこれこれほら悲鳴をこらえるのがやっとでした声はどれもこれも耳たぶの後ろ数センチのところから聞こえてきますなのに誰も僕の体には触ろうとしないのです ただ言葉だけで圧倒的に明るい楽しそうな声だけで必死で僕を振り向かせようとするのです悲鳴が聞こえました誰が叫んでいるのかとよく耳を澄ませば僕が叫んでいるのです背後の声はだんだんと競争的になってきてほとんど意味のない笑い声だけですその時手のひらにガチャンと何かが落ちてきました 重くて冷たいものでした。鍵です。僕は知らないうちに鍵を開けていたのでした。嬉しいよりも先に鳥肌の立つような気分でした。やっと出られる。闇の中に手を伸ばし、鉄格子を押します。ここをくぐれば、ほんの数メートル歩くだけで表の道に出られる。一歩足を踏み出した。 その時背後の笑い声がピタリと止まりましたそして最初に聞こえた中年男の声が低いはっきり通る声でただ一声「おい。